菊本百貨店跡地の現在当時のマッチ現在の入口菊本百貨店は1932年11月28日に山口県岩国市出身の重田栄治が台北市栄町に開業した台湾最初の百貨店である重田栄治は26歳の時に台湾に渡り麺風卸売を始めた日本国内では三越や高島屋などの百貨店の 台湾進出計画を知り、自らが百貨店業務の先駆者になるべく、台北市境町に7階建ての店舗を建築し、菊本百貨店と命名した。菊本百貨店は株式会社、菊本商業と密接な関係があり、菊本卸売部、菊本販売店、菊本高雄支店が投資を行っていた。百貨店は屋上に展望台を設置、5階にはレストラン、 菊本をオープンさせ、また台湾では珍しかったエレベーターを設置し、台湾発のエレベーターガールを配したサービスは地獄を集め、集客力の一端を占めた。台湾近代化のモデルケースではあるが、当時の社会環境の可百貨店を利用する顧客は日本人、または一部の裕福な台湾人に限定されていた。台湾では同時期に林片一が林百貨店を 吉井長平が吉井百貨店を開店している。茂田栄治は安母教の中寺ミノルと共に現在台北の高級住宅地として知られる安母の開発にあたった。1945年の終戦により中国国民党政府に接収され、その後は台湾中華国加工九百六十八年からは南洋百貨工九百七十七年からは ヤンヤン百貨公師と経営が二点三点したものの1979年にヤンヤン百貨公師が破綻して経営者が国外に逃亡し、これにより日本統治時代以来の百貨店としての歴史に幕を下ろした。現在では余華連合商業銀行台北支店が入居し、区体は当時のままとされるが、内外装ともに大幅な改装工事がなされており、王子の面影はない。 長年国定古籍登録の運動が繰り広げられていたが、2017年台北市政府文化局により一大改革下げの指定歴史建築に登録された。エビー戦前、戦中期における百科法の海外進出とその要因、川端元を、流国大学、日本統治時代台湾における日本人エリートの海外経験について、関西大学、 2019年11月21日閲覧。日本時代の菊本百貨店、台北市の文化資産調査対象に、台湾2014年8月4日、放課し台湾、台北都会、菊本百貨登録歴史建築非行席2017年3月22日、自由時報。ありがとうございます。